はい、また始まりました。キャベツ焼きこだわりセット。ああ、いろいろと入ってるんですね。キャベツ 130g。 ああ、そうなんだ。どうですか？おお、ほぼ 130g ですよね。こんな偶然ってあるんだね。そしてま、卵2つってあるけど、ま、小さいから3つ入れちゃおうか。あ、これカットしてからね、500ワットで1分だって。電子レンジ。そうなんだ。ちょっとこの辺色が変わってるから。いや、すごい偶然だね。はい、こちらがね、1分間加熱したキャベツです。こんな感じね。まずはこれ取り出してますかね。何かおたふくだって。紅生姜、お好みソース、キャベツ焼き粉、イカ天の変化。え、面白いね。こんなんだね。これを焼く中に、まあおソース以外は練り込むっていうか、そんな感じですよね。ああ、水でね、わかりました。よく混ぜます。ちょっと、金属のやつで、金属のこれ、なんかいけない感じがするけど、まあいいや。水 100cc。 ちょっと場所が、ちょっと多かったかな。まあいいや。こんなんじゃなくていいか。なんか少な。よくね、こねましたね。あ、そっか。卵は卵なんですね。わかりました。これね、かき混ぜないからね、二つです。なるほど。
そういうことか。じゃあ一個ずつ割っとこうか。はい、いきますよ。ほら、こんな少し。面白いね。これを2つに分けるんだって。でも液体だから広がっちゃうから、1つずつやろうか。どうなんだろう。はい。全部でいいや、面倒だから。ね。全部。そしてキャベツをのせ、キャベツも全部入れちゃおうか。130g。全部。こりゃすごいぞ。火の強さは中火でいいかい？卵を落とすくぼみを作る。天かす。して生姜。ちょっと火を弱くしとこう。卵。卵を乗せ。黄身を崩し。ああ、お玉で落とせばいいのか。なるほど。こんな感じ。面白。ひっくり返し、生地を強く押さえる。これひっくり返せるんかい。どうやってひっくり返すの、これ。ひっくり返しますよ。なんだこれ。
変なの。あれ、貼り付いちゃった。よし。じゃあもう一回、油を引こう。この先が。よし。はい。それじゃあまたね、これを戻しましょう。これをスライスして。よいしょ。いやー、すごかったね。ひっくり返し、生地を軽く強く押さえる。2分半、蓋をして2分半。いやあ、すごいすごい。2分半。2分半経ちましたよ。おお。もう一回ひっくり返しますね。よいしょ。またくっついちゃったね。よいしょ。よいしょ。よこれで1分半。
今度は蓋しなくていいんだって。なんか失敗だったね。しょうがないよね。書いてある通りにしないから。じゃあこれに盛りますか。よいしょ。ほら、こんな感じ。なんか変なの。これ火通ってますかね、ここのとこ。はい、出来上がりです。